だいぶ音量でかくなったので罰として天井開きましたけど、ああそうだろうと思ってたら今のだとちょっとやっぱうるさいかなっていうぐらいになります。はい、音量感掴んでいただいて、リーグのバスケ池袋っていう企画なんですが、ちょっともうなんかいろいろ名称あってよかったな、これか、なんかよくわかんない、なんだあいつら遊んでてって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、間違いなく遊んでるんでそう、こうやって遊んでいい場所だって聞いてるんで、みんなが遊べる感じにできたらいいなと思ってて、だからそれ生演奏とかやる機会ってなかなか作りづらい世の中になってるので、こういう機会作れたらなと思ってます。ぜひぜひ興味ある方いらっしゃいましたら、池袋リーグっていうのが、これに出たい人とかを登録する団体の名前で、池袋ジャムっていうのがその時やってるバンド、偽バンドのバンドっぽいことをやりたいけど、友達いないんでバンドできなかったんで誰かやってよっていう状態なのが池袋ジャムっていう。あとガチプロバンドを呼んで池袋ラボっていう、いわゆるライブコンサートみたいなこともやってたりとか、今日はバスク池袋っていう、なんか誰かやりたい人をちょっとどうやってるかやる方法を探ろうよってことをやってまして、いいじゃないか、楽しいじゃないかって方いらっしゃいましたら、何かしら声かけていただいたり、Facebook ページにいいねとかしといていただけるとまた公演貸してもらえるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ声かけていただければなと思っております。この後準備でき次第サックスボーカルデュオ物差しのライブになりますので、お時間ある方いらっしゃいましたら足止めてっていただけるとありがたいです。